はい、どうも。後日改めての収録でございますと。前回のパートでもらったアイデア100名を全部ぶち込んだ結果、ね、埋まりました。しかし持ちすぎやろ、みんな偽造アイデア。で、こいつは OK。こいつも OK。こいつはまだ。で、こいつもまだだな。こいつは会ったこともねえな。メリガ君か。こいつはオッケー。こいつもオッケー。こいつは会ったことだな。こいつは違う。こいつも違う。こいつも違う。こいつも違うし、こいつも違う。あった。だいたい会ったことのあるやつは結構多いわね。こいつもあこにあるな。うい。よいしょ。ここら辺は関係ないな。今8人のうち捕らえたのは、こいつとこいつと、あとこいつと、こいつだな。で、あと捕らえてないやつが、こいつと、こいつと、こいつと、こいつだ。こいつ意外と巨乳だな。あ、でもやっぱこいつがいいな。しかしこのアイデアを見て気になることがある。このゲーム始まってから、女性しか連れてってないのよね。なんか政府がいろいろ噛んでんじゃねえのかなと疑いたくもなる。なんだろう、多分あれだな。あ、そうだそうだ。なんかさっきちょっと怪しい人が見えた気がする、ここら辺に。仲いいよね。お。ほんほん。ほいほい。こいつなんか闇市か。ほうほう。お兄さん。よし。とりあえずこれであの妹が手に入るわけだと思うんだが、そう簡単にはいかんやろな。おい、さて妹さんのお家へ行きましょう。ここら辺だよな。はいよ。はい。はあ、はあ、健康診断。ほうほう。妹の方坂崎美紀。美紀坂崎。ほいほい。はい。超大変だぜ。はい、これで5人目だ。あと3人。やっぱこの人もあれなんだろうな。なんだろうな、政府が愛人を求めてんのかな。なんか偉い人が。しかしあとは手がかりがちょっとなくなっちまったかな。パスワードは、パスワードロックな。おお、思いがけずもらった。それならこれだ。こっからこの先逃げるの。来た。
さあ、ほいほい、なんだあの犬アレックスっていうのか、ハイパーパーとか言うんか、おじさん、まあ、それはおじさんやろな。おお、お兄さんは兵大変だね。ちょっと変態に見えたけど、まあいいや。映像データあげるからさ。まあ持ってるんやな。オッケー。割とあっさり通してくれた。はい。あと二人。そら疲れるやろ。やっぱあのオペレーターの人も心配なんだろうな、いろいろと。しかし本当に死人病患者なのか何なのか、だいたいその政府の調査システムがどうなのかどうなのか、やっぱりなんか手に入れたらわかるかもしれない。はいはい、もうあとはないのかな。はいはい、あ、こいつじゃねえや。しかしその学園長さんに会えねえとな、意味がないんだよな。どうすっかな、少し狙いを変えてみるかな。どっかから移動できるかもしれないし。さて次はどうしたら手に入るんだろうな。やっぱこの中かしら。うん、この学びの家ってね、学びの家ってこっちなんだよね。どっかからか入りはしねえかな。どないかして入らないかな、アコに。はいはい。おー、消えてって言うてたのに。意外とあっさり言えた。おい、お願いします。はいはい、ふんふん、ちょっと肉荒れに開く。ほうほう、ふん、はいはい、学園長からの手紙を受け取った。
パスワード聞きゃ教えてもらえるんだ。よし、これで連れて行けるわけね。ほい。あとこれであと一人が、あと一人。あと一人。はあ、あと一人。うん、しかしあと一人も手こずりそうやな。ちょっとこう往復が続くとちょっとセリフ読むのも億劫になってくるわね。ってあの双子はどこにおる。なんか知ってるか。おめえなんか知らねえか。こっちじゃねえや。おめえだ。おめえなんか知ってるか。それか。なんか本があるけど読めねえな。まったく仕方がね。いねえし。前じゃないんだよ。とりあえずいろんな人に話しかけるから、そしたらなんかわかるかもしれないし。いたいたいた。黒い方だな。次はどこだ。追っかけなきゃいけんのがすごい手間かかるわ。やはりこいつらは反応してくんねえな。よし、もう一回一回すっか。来たー。はい、次はどこだ。繰り返すのか、これを。めんどくせえ双子だな。アミマミみたいなやつだ。次何回か繰り返すのかな。黒い方に話しかけるとダメなんだな。これ何回繰り返すんだろうな。次。どうすんのかな、これ。
難しいな。ダメか。どうすればいい。このまま不毛に繰り返すのもあれだと思うが、なんかないか。やつの交友関係からなんか払ってこれねえかな、それともこの生徒会のなんか力を借りれねえかった。借りれなさそうだな。だから ヒント得られないか。どうするんだこれ。ただ単に話しかけるだけじゃ無理そうやな。はいはい、よし。よかった、とりあえず見つかってよかった。8人揃ったぞ。ギリギリ時間ない。ほいほい、もう一つ指令が来たって。クリューサラ。妹はもういない。5年前に発生して、はいはい、クーロン地区コントロールルーム。多分あれやな。アイデアあんのかい。まだアイデアあんのか。ダメか、そっちの ID は回収できんのか。まだ ID いるのかな。あれどこだっけ。こっちか。こっちには行けるのか。
せいぜい空論地区のコントロールルームってとこに行かなきゃならんのね。地震来る怖いってみんな言ってるけど、どうすんのかなこの鳩。ちょっと情報が少なすぎるかな。しかし ID100 枚アコで全部使っちゃったらダメだったのかな。多分な、豆炭の予想だとな、この死人病のあれはみんな女性ばっかりやから、多分政府の愛人候補なんだろうと思うんだが、んで、あのアイドルの姉ちゃんは多分そのプロポーズした彼にミサを立てたからなんだろうな、多分捨てられたんだろうな。で、男はみんなこういう扱いなんだろうな。まあ、豆炭の勝手な予想ですけれども、この豆炭の言い方で分かっていただければ嬉しいのですが、よいしょっと。この先まで行けっちゅうことかな。ほい、お、アイデアがある。通れ。なんでこんなはばかりにアイデアが落ちとるんだろうな。ドラム缶。てかもうこれアイデア意味ないのかな。とりあえず回収してくるだろう。ここのアイデア意味あんのかな。あ、猫がいない。用は済んだか。あの先にまで行かねばならんのか。次こっちか。あら、こっちじゃないのか。どうやったらあの先に行けるようになるんだろうな。ではこの先には行けんようだな。多分これ地震起こったことと何か関係あるんだろうな、おそらく。ここじゃない。お、
お、なんか進展した。ということで今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回やっていきます。